園芸男子ハッシーです。今回は大阪府豊中市にありますレモンズガーデンさんに来ております。そしてお話を伺うのは高橋さんです。高橋さん、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。さて、はい、今回お話ししていただくのは何でしょうか。あ、ガーデンシクラメンです。ガーデンシクラメン知ってますよね。知ってます、いや、分からない、なんかシクラメンは分かるんですよ。はい、なんかほうほうほう、お家の中でさ、育てたりするじゃないですか。ちょっと大きい、はいはい、ガーデンってつくシクラメンはちょっとなんか寒さに強くなったよとかってそれぐらいのレベルでは知ってるんですけど、はい、ガーデンシクラメンとシクラメンの違いって何なんですか。本来は原種に近いのがガーデンシクラメンです。あ、ガーデンシクラメンの方が原種に近いんだ。はい。へー。だからあんまり大きくなりませんし、はい、なんかてっきりそのシクラメンを品種改良して、うん、なんか寒さに強くさせたとか言うから、はい、思ってたんですけど、あ、まあ、逆ですね。逆か。その代わりあまり花は大きくないんですよ。はい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 、はいはい、ですけど寒さには強かったり、うん、それから、まあ、病害虫にも比較的強かったり、へー、それから夏、部屋の中で育てる大きなあのシクラメンは、はい、夏越し難しいんですよね。はい、はい、ですけれどこれは、まあ、例えば地植えしてても、はい、この蒸し暑いこの関西の、はい、蒸し暑いところでも夏はね、うん、でもなんとか夏越しできるんですよ。へー、はい、めちゃくちゃ強いんですね。まあ強いんですね。だからまあ育てやすいんですよ。単純にもう出始めた時は、はい、もう大方 このここら辺ですね。このバリエーションね、この色がまたいいですよね。白と赤とで、はい、ちょ紫ピンクどっちやろっていうね、はい、この発色のいい感じね。フリルがついてたりね、はい、はいはいはい、はい、というのも、うん、まあ、特徴で、うん、で今まではまあ言った色のバリエーションも多いし、うん、で冬ちょっと色が寂しい花壇にもこれはちょっと色を添えられるということで、うんうんうん、パンジービオラも素敵なんですけど、確かにこの赤ってないですよね。ないですね。ないですね。この発色のいいもうザ赤みたいな感じの、ね、色ないですよね。でも花全体のこうボリュームもこれだけボリュームが出るもんって他にあの時期はないもんですから、はい、だからまあ重宝するので、この辺もね、はい、同じタイプやけどまたちょっと、はい、負の入り方がね実はこっちは違いまして。違いますよね、はい、これクレヨンという種類で、クレヨンでちょっと描いたような、あ、そうか、負のこのなんていうのまばらな感じといいますか。あ、そうだそうだ、いやいやクレヨンって名前ついてますよね考えてないよ私はあんまり考えてない、うん、いやでも、うん、でも確かに確かに、うん、いいですねいいですね。ああ本当だ、クレヨンというより色鉛筆じゃないのか。色鉛筆でもありますねなんかどんどん変わってきましたね名前色鉛筆に変えましょう。いやでも確かにクレヨンです。このクレヨンもなんかいいですね。そうなんですよ、うん、でまあ、お花の大きさはねあんまり極端には変わらないんですけれど、はい、もう負の入り方がやっぱり独特なんで、まあ、最近やっぱり人気が特にありますね、はいはい、いいですね。これもガーデンシクラメンの一種なんですか。そうなんです。ただ形が先ほどのガーデンシクラメン、うん、またクレヨンとはまた違いますよね。でしょ、はい、はい、な、あのこんな形ちょっと一輪だけ見ると、はい、こういう形ですね。なんていうの、なんか傘がパッと開いた感じの。そうでしょそうでしょ、うん、元のシクラメンは、はい、これどんな形だと表現したらいいです。これはなんか花びらが上に向かってしまってる感じ。どんな形、しまってる、こうなってる、こうなってるっていう、はい、イメージ。あー違いますね。あ、違う、違うんす。よう見たら、はい、逆だわ。こう咲いてるやつがこそう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 表現できるよね。こうなってるわけですね。そう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 こう咲いてるのがこうなってる。そうなんですよ。でシクラメンはもともとそっくり返ってこう咲いてるんですよ。なんでそうなのか分かります。はい、うわちょっと分かんないですね正解言われるか思ったのにもともとね雨が少ない、はい、そういうところで暮らしてる植物で、
花が咲く時期はちょっと雨が増えるんです、はい、そういう雨が降ったらせっかくの花粉が流れちゃう。はい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 、うん、これだからここの中にこうね花粉とか中東は収納されてますから、はいはい、雨が降ってきたらそのまま下に落ちていくと、はい、じゃあ花粉を流さない。そう、ほー、なるほどね。で賢く出来上がってるんですね、うんうん、っていう特徴の形ですけども、こちらがこれは人間がこの顎、はい、これ顎目立こうしたら目立ちますか、はい、ここちっちゃい額がついてますよね。見えます見えます見えます、ね、はい、この額がそっくり返れなくないですか。これで言うと白い部分ですよね、うん、ここに当たるから、ね、ほらこれ精一杯そっくり返ってるけれど、はい、ほらここに当たってこれ以上上に上がれないです、はいはいはい、そうすると人間からすると鼻の面積広く見えません。確かに上から見る。そうですね、うん、それだけこう、はい、細なってたのがこう開いてるってことですよね。そうです。で、もう一歩言えば、はい、今まだその開発途中なんですけれど、はい、ここの額にも色をつけたら、うん、ツートンになりません？それを目指していまして、はい、ここまで色を出す。これですか？うん、2色でしょ。本当 や、 いやこれも2色なんですよ、はい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 、でしかもこの額ひらひらにしてません。ほらフリルになってるでしょ。だからより豪華。すごいな。また高橋先生の説明のおかげでこう進化が見えますよね。わかりやすい、まあ、作ってる人も努力されてるんですよね。そうでしょうね、これ面白い。だからこれはまあ、額の色が白で、はい、これも白 で、はい、で2色でしょ、はい、紅白ですよね、はい、うん、でもしこの額に別の色を例えば黄色とか、はいはいはい、例えば濃い赤をつけたりとか、ほう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 、うん、それとかこっち側をまた絞りにしてみたりとかすると無限にいろいろできません。パターンが増えるんですよね。おー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 、ですのでまあ人間の勝手ですけど、そんなして工夫して、うん、でいろいろ花のパターンを作り出してるんです。はい、だから原種はこういうふうにね、茎がピューって伸びる品種が多いんですよ、はいはい、ここの葉っぱに乗り上がるようにして咲くと、うん、人間から見たら綺麗ですけれど、はい、花としては効率悪いですよね。ここにも咲いてるのに、はいはいはい、なのに虫が飛んできて、うん、ここに止まるわけですよね、はいはい、ここじゃないですよね、花粉のあるところです ね、 ね、うん、ここに止まる、はい、でまた次のところに飛んでってくれるようにしないと、うん、これだと間が詰まりすぎてて、うん、まあ細かい花までなかなか受粉できないっていうのもあって、うん、それでちょっと効率が悪いんです。だからこうやってピョーンって出てる方が実は虫にも見つけてもらいやすいんで効率がいいんですけれど、はい、最近はやっぱり元のその性質、うん、いいじゃないかっていうことでこれもこれ あっちこっちからピョンピョンって、咲き方またすごい。これ、ね、かわいいでしょ。八重咲きじゃないけど、これ八重咲きなんです。八重咲きなんですか。すごいすごい、さすが八重咲きなんです。すごー、うん、だからこれも、うん、これも一重咲きでしょ、うん、はい、一重咲き。これ八重咲きなんです。全然違うよね。いろんな種類のね、はい、特性の、まあ、品種のフシクラメがあるんですけども、その育て方はどうしたらいいですか、はい、室内もそれからこの外用のも基本は一緒なんですけれど、はい、水切れしやすいんですよ。うん、でこちらも基本は一緒なんですけれど、はい、花がやっぱり小さいですよね、うん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 、それを考えますと室内のシクラメンの水やりよりもこっちの方が気楽ですよね。回数がやっぱ少なくて済む、うんうん、でもやるときにそれはどっちも共通なんですけど、はい、葉っぱに上から水かけると、はい、ここ伝ってでこの中にね球根がおるんですよね、はい、でこの球根の先っぽからまとめて葉っぱも花もついてるから、はい、うん、だからここですね、はい、球根ですね、はい、だから、うん、上から水かけちゃうと、うん、
ここに水がたまるんですよ、はい、そうすると球根一発で腐ります、はいはい、ですのでまずは上から水かけないっていうこと、そうしたらこうやってめくって土に直接、はい、ここから直接直接水やってほしいんです。土に直接ですね、はい、それからねこういう苗で売ってる場合は、はい、根っこ崩さないでいいんですけれど、うん、やっぱりね苗だからこの元が小さいんですよ、うんうんうん、土がちょっと少ない、だからもうちょっとだけ大きな鉢に一回りでいいですから植え替えて、それも急いで植え替えてあげてほしい。だから土の量をちょっと増やしておかないと水切れしやすいんですよ、うん、だからちょっとたまたま小春日和で、うん、ちょっと暖かくなっちゃったっていうと一気に水切れるんで、はい、それか他のお花と寄せ植えすれば、うん、他のお花が余分な水も吸ってくれるかもしれない。そうですね、ガーデンシクラメンなんかは寄せ植えで使う方なんかもねたくさんいらっしゃると思うから、うん、まあ、そうかもしれないですね、はいはい、それから、はい、花が終わりました、はい、これはここでちょきっと切らないでほしいです。ほう、はい、この終わった花は、はい、こうなんていうかな、こうねじるようにねじるように、ねじるようにして真上に引き上げるとこうやって抜けます。すごい綺麗に根元から、はい、ほう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 、でここから取ってもらわないと、はい、途中の茎で切ると、はい、ここからバイ菌が入ってどん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 で球根が腐ります。はいはいはい、ですので必ず引っこ抜いてください、うん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 、はい、ですからこれ確か、あ、ここに花が終わってますね、抜いてあってください。これですか、これこれこれ、あ、これ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 、お花、あ、やっぱりお花咲き終わったの分かんないですね。分かんない、これつぼみじゃないです、これね、はい、これを途中で切るんじゃなくて、はい、ぐーっとねじ、もっと根元の方からで、根元から、うん、根元持ちました、はい、ここでぐーっと、うん、これ鉢回すんじゃない、鉢回すか、鉢回すか、そんなややこしい、初めて見た、はい、それをキュッと、そう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 、ああ本当だ、根元からね、はい、はいはいはい、必ずそうやって取ってください、はいはい、勉強になった。ってことで、まあ、今日はガーデンシクラメンを紹介していただいたんですけども、めちゃくちゃ勉強になりました。あ、そうですか、はい、本当はもっとあるんですけどね、うん、本当はもっとあるんですか、あるんですけどもっと喋りたいんですが、はい、まあ申し上げたらもう一回来てください。そうですね、はい、また次はねもっと深く、はい、あのお話聞けるようにまた次回も、はい、あの取材させていただきたいと思います。はい、はい、というわけで今日は高橋さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。また見てください。